はじめましての方もご常連の皆様、IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。令和2年11月23日のお昼ぐらいだったと思うんですが、ツイッターのトレンド欄に安倍晋三の逮捕を求めますというハッシュタグがありました。これはこの日の読売新聞の一面のスクープが理由かと思われます。 こちらは安倍晋三事務所が主催したあの桜を見る会の前夜祭。その費用がお客様から集めたお金よりも多くかかっていたので、その差額を補填したんではないかという疑惑です。一般のでは主催したイベントが赤字、赤字だったという話なのですが、この差額の補填が有権者への利益供与になると、まあ、そのように判断されたとき、公職選挙法違反にもつながりかねないという話です。 特捜が動いているということなので、いずれかの結果、結果が出ることを楽しみに待っております。ただ、私がこの報道に触れて、心の底から呆れたのは、またこのスクープというものが読売新聞だというところです。つまり、特捜部からのリークだということです。 読売新聞といえば、今、我が町、足立区のお隣、お隣の葛飾区の中川と荒川に挟まれた究極のリバーサイド別荘。別荘にお住まいになられている元法務大臣の河合さんとこのご夫妻。こちらの情報を次々とリーク、リークかと思われる情報を報道し続けていたのが読売新聞です。 そして今回もまた事情聴取の段階でわざわざ一面スクープを打つところに私はつつの目論,見2つの目論見を見つけてしまいまいす。それは意味軸も令和2年11月24日のこの番組ではおなじみのテレビ朝日の羽鳥慎一の「モーニングショー」にてジャーナリストの青木おさむさんが「建設もセルを見てるんでその盛り上がり方次第だ」みたいなみたいなお話をされておりました。 そしてそのお気持ちの発言のお気持ちの方向性というのは「ハッシュタグ安倍晋三の逮捕を求めます」であるかのように私のお目目には映りましたしかしでで罪罪が作られてははたたままったもんんありません確かに国民世論の盛り上がりからろくな操作もせずにとにかく何でもかんでも大統領が悪いというね国もあります何でもかんでも悪いで世論で何でもかんでも決めちゃう何でもかん <laughs> 冗談はともかく警察を煽るその構図というものは検察が冤罪を生むメカニズムその要因の一つになってこの冤罪についていつもこちらのジャーナリストさんは反対の立場からご発言をされているのに、まあ、今回に限っては正論を煽れという本当にきききリベラルかかつきリベベララルルルのの人たちというのはダダダブブススタタンダードが大好きです私の見立てる目論見みというのはもちろん憶測にすぎません。 そしてその一つは、ジャーナリストさんが目論む願望みたいなものというものが検察の中にあるのかもしれない。これが一つ目です。そしてもう一つが、一応ね、捜査はしたけれど何も見つからなかったという、まあ一種のアリバイ作りです。というのは告発状を出されてますから、一般的に捜査しなければならないんです。いずれにせよ、捜査の進展を待つばかりなのですが、検察と読売新聞の密、 密密な密月ぶりというものは批判しておこうと思います。はたさで冒頭のハッシュタグ安倍晋三の逮捕を求めますに話を戻します。近頃、鍵カカッコ付きのリベラルの人たちが毎日のようにネタ、ネタを掲げてついでもなるものをやっております。ついでもとは同じハッシュタグでみんなが同時にツイートすることによって、ほら、こんなにみんなが思ってますよといういわゆるデモ更新のようなもので、まあ、一種のデモンストレーションです。 この春のハッシュタグ検察情報改正案に抗議しますというものもニュースやワイドショーが取り上げてネットの世論がこれだけ高まりましたなんて言っておりましたがここにはある種の疑惑疑惑が持ち上がっておりますその疑惑とは工作員的な工作活動ではなかったかという疑惑です手口はこうです日本社会において Twitter の利用者が少ないと思われる 深夜から未明にかけて一斉にツイートをします。すると数百から千数百もあれば、これでツイッターのトレンド入りすることが可能になります。そしてこの数百とは人数を意味しません。ツイッターの匿名アカウントだったら一人で何十個とかも作れますので、まあ極端な話、数人いては、十数人いれば、このトレンド入りが可能となるということです。 そしてトレンドに入ったことをメディアが報じる。そしてメディアが報じたことでそれを見た人もまたそこに釣られてツイートしていく。これがメディアブースト、あるいはマスコミブーストと言われる手口です。ただし、これらはいずれも鍵格好付きのリベラル、目論ろみを持った勢力が、はい、私やりましたって告白するしかないんです。だからずっとこれは疑惑のままなんです。しかし、今回はある種の証拠、ある種の証拠が出てしまいました。 とある人物を介して、保守言論会の先を誇る虚勢であらせられる、あの桜井よし子先生から、もしもし、もしもし、とお電話をいただいたのは、この検察庁法改正案に抗議します、このついでもなるものが本当に自然発生なのかどうか、その疑惑について、よろしければ教えてくださいます、とお電話いただいたんです。一連の説明をした後、桜井よし子先生から、 これを伝えるにあたり何か気をつけることはありますかしらなんてね、鋭いご質問をいただきました。なので私はこうアドバイスしました。連中が白状しない限り状況証拠しかありません。だから断定はお気をつけください。簡単に言うと、寄ってません、言ってません、つっ,ったらその言い逃れができちゃうんです。例えばツイッターが当該アカウントの IP アドレスやアクセスログなどをすべて開示し、そしてその ついでもを仕掛けたかなと思われる人物の全ての端末を押さえて解析することができれば確たる証拠というものは出てきます。しかしこれはアリエンティー。アリエンティーな話なんです。だから状況証拠は明らかなんですが疑惑ぐらいに留めるのが賢明ではないかと僭越ながらこの私アドバイスさせていただきました。ところが今回のハッシュタグ安倍晋三の逮捕を求めますにはある種の証拠が見つかったんです。 それは、君に届け国権新聞と名乗るアカウントのこちらのツイートです。ハッシュタグ、安倍晋三の逮捕を求めます。史上最速、開始と同時にトレンド入りしました。と、まるで、百包と喜んでいるんです。ここに、2つの自白が入っております。まず、開始とあります。開始とあるということは、自然発生的なものではなく、誰かが、ほら始めと言って始めたという告白です。 次に、史上最速とあるということは、史上、つまり、今までもやってきたという、これまたポロリの告白なんです。そして、さらに1時間前へ遡ると、こんな自白もされておりました。緊急ツイッターでも、発出だが安倍晋三逮捕を求めます。本日午後2時から4時、2時から4時と時間を呼びかけておいて、建前は、建前は一斉ツイート方式ですけどね。 もうガンガン行くしかないでしょう。100%トレンド保証をついています。100%トレンド保証をついています。とのことです。はい。建前ということで、これもうすでに自然発生じゃないよという告白です。さらには100%トレンド保証までつけております。まるで、どこかの家電量販店の10年保証、10年保証のようです。うんうん。シルが、シルがこう笑っております。安全安心。 しかし、この100%トレンド保証がついているということは、これはツイッター社、ツイッタージャパンの中の人、中の人に鍵括弧付きリベラルの人がいて、このツイートに連動している、あるいはこの人物がそのツイッタージャパンの中の人という疑惑が、まあ浮上してくるのはツイッターといえば、アメリカの大統領選挙において、現職のドナルド・トランプ大統領の発言に個人の感想です、みたいな注釈を入れたツイッター。すると、ツイッター社は、 反トランプで、反安倍。すると、この二人を、このご両人を、なんだかね、すごくめんどくさいな、あいつらどうにかなんねえかな、なんて思った国がね、どっかに、チョごチョちええー、トランプ、安倍ちゃん、うーごー。<laughs> と、何か、何か嫌な想像をしてしまいましたが、いずれにしよう、こうしたことについて、ツイッター社は、明確に答える必要があると、私は考えます。しかし、ツイッター社は、このツイートを放置しております。 この事実から考えられることが2つあります。まず、ツイッター社はこのツイートを黙認しているということは、つまりこのトレンド欄というものには、ある種の手が入っているということになります。これはユーザーに対する不信配信行為であるのはもちろんながら、スポンサーの皆様への重大な配信行為です。つまり、トレンドなるものが作られているわけですから、そこでの広告効果はもちろん疑問符がつくということになります。 これは日本の公正取引委員会になり日本の国会の皆さんが動かなければならない案件です。なぜなら日本の選挙結果も左右されかねないかもしれないからです。いささかオーバーに思えるかもしれませんがアメリカ大統領選挙においてツイッター社が検閲をしたこの事実を踏まえた時にやはりそれだけの警戒はしておかなければならないと私は考えるんです。 ただ、残されたもう一つの可能性もあり、私はこっちの可能性の方が若干幾分高いかなって考えております。ツイートを再び確認しておきますと、100%トレンド保証ついていますとあります。しかし、常識を下敷きにして考えたときに、またツイッターというサービスの特性を考えたときに、このトレンドを100%保証するなんていうこと、そんなことができるというのは、まあ普通に考えたら、嘘、嘘となります。 そもそも、このアカウントのプロフィール欄には、無党派、無党派なんて書いてあります。彼ら、鍵ッコ付きリベラルの人たちというのは、雑に観察しているだけでも、すぐにね、ほら、俺たちこんなことできるんだよって自慢話してくれるんで、すぐに答え合わせができてしまいます。なぜ、鍵ッコ付きリベラルの人たちがすぐに自慢話を始めるのかそれは、私が観察する限り、自分がすごい人間だ、そしてみんなに自分をすごい人間だと思ってほしいと願っている。 そのように私の目には映ります。な、ね、えねえ、パパ、ママ、僕こんなこともできるんだよ、つって庭の植木をギーコギーコ切っちゃって自慢しちゃう <laughs> お子様のような、そんなようなイメージです。そして彼らにとって本当にトレンド入りしなくたって平気の平座です。その時は、ツイッターはネットウヨ、ツイッターはネットウヨと大騒ぎして何かの陰謀が働いたというのが鍵ッコ付きリベラルの人たちの特徴だからです。 一方、彼らのどす黒い願望である、ハッシュタグ安倍晋三の逮捕を求めますが、実現しなかったとき、例えばそれが不起訴とかそういうレベルだったときは、あれの出番です。疑惑は深まったズドドンまた、仮に安倍晋三事務所のどなたかが処分されたとしても、それが安倍前総理にまで行かなかったときには、警察庁は、警察はネット運用、ネット運用なんて騒ぐのが、赤木格こつきのリベラルの人たちです。つまりは、 みんな大好き陰謀,論の始まりです陰謀論についてはこの郵便学者の内藤洋介先生のみんな大好き陰謀論に詳しいのですが以前にもこの番組で指摘したように陰謀論というのは当たっても外れてもあらかじめ言い訳が用意されているのでどちらに転んでもエンドレスエンドレスなんですしかし検察と読売新聞の密,密密の密の関係というのはもはや陰謀論ではなく現実です これはもはや一線を越えたように思えてなりません。もちろん違法行為があったんであれば、我らが安倍前総理大臣だっても、それは、ね、罪はちゃんと問われなければなりません。しかし、検察という公務員の思惑、まあ、さじ加減で何かが始まり、それを読売新聞が拡散し、で鍵格好付きリベラルの人たちがネット世論をついでもによって作り上げていく、その果てに、 政治家の政治生命が左右されるようなことがあるのであれば我が国の民主主義は今重大な危機に近づいちゃうのかななんてねちょっとおっかなくなっている今日この頃でございます証拠のないものを想像で語り出すとすぐにみんな大好き陰謀論に陥ってしまいますここは注意が必要です 一方、カギカッコきのリベラルの人たちはすぐにポロリと証拠、まあ、ある種の自白をしてくれます。我々はそうしたものに虚心単快ぜぜひを持って、みんなで頑張っていきましょい。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回の番組をお楽しみいただけたのならば、いいねをクリックしていただけると嬉しいです。 言いたいことをうまくっているメルマガ版の方にも遊びに来てください。こちら有料版になっておりますが、私の自由な言論、表現活動を助けていただいております。いつも応援ありがとうございます。えメルマガ限定、ラワイブハワイでお外でちょ,っとちょっとね、問題が起きそうなことをと踏み込んでお話ししております、えー。フィードバックの方よろしくお願いします。それでは、またの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後に、ワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。 安倍晋三完全消利席というものでながらに「モルゲスよ」と答えたので「モルゲスよ」かって紹介した赤が勝ち羽生君すぐい犬君すぐい日本別にすごくないだってあなたに会えたからと番組を最後の最後までご覧いただいた皆さん突然ですが「じゃんけんターンみやちゃんじゃんけんじゃんけんく。ー」「私がグーなのでパーを出したあなた」 はいいいおお祝いのハイターチおめでとうございます私と同じグーを出したあなたピシッ気が合うなクロスカウンター何者だよそしてチョキを出したあなたじゃんけんでチョキは最も難しい手の形器用なあなたに V サイそれでは本当のバイバイ。<music>